テキサス大学サンアントニオ校はアメリカ合衆国テキサス州サンアントニオにある1969年に創立された州立の学術系総合大学でテキサス大学群の一校である。米国7番目の大都市サンアントニオでは最大の州立大学である。テキサス大学オースティン校やテキサス大学ダラス校と同様にテキサス大学系列の一校であり。 古くから学生数を増やした大学の一つでもある。学生数は3万人以上在籍している。規模、学術ともに急速な成長を遂げており、特にビジネスや理学、工学のプログラムでは高い評価を受けている。特にコンピュータサイエンス部門のサイバーセキュリティ分野では全米で第一位となっている。同校ではテキサス大学の昔ながらの伝統を受け継ぎ、 単位認定は厳しく4年卒業率は9%ほどである。また同校は2016年までに全米のトップ校の仲間入りを果たすと宣言しており、近年では入学の審査基準を上げつつ全米から MIT 元教授などトップクラスの教授陣を採用するとしている。大きく分けて3つのキャンパスを持つ。メインキャンパスはサンアントニオ市北西部郊外の 週刊高速道路10号線と環状道路ループ1604のジャンクション付近に位置する。このことから1604キャンパスと呼ばれる。総面積約2.4平方キロメートル。また建築学部についてはサンアントニオの中心地にあるダウンタウンキャンパスと呼ばれる場所に位置する。さらに3つ目のキャンパスヘミスフェアパークキャンパスもサンアントニオの中心地に位置している。 マスコットキャラクターは、大道走りをモチーフにしており、イメージカラーは、青色と、オレンジ色、白色である。この大学では、133の学士と51の修士、医学的領域を含む24の博士のための、カリキュラムがある。ユティンコプライベートインドウォーメント。2013年12月27日閲覧。AB、アーカイブされたコピー。 2010年5月31日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年8月22日閲覧。ABC、クラダン・ショルズ・オブ・ UTSA ・フレッシュ・メン・アレアット、オール・タイム・ハイ、ハーフ・アル・フロム・トップ25%。UTSA.edu。2012年11月20日、閲覧。メイン・キャンパス。About UTSA、リリーブド・ジュライオン4。 2012ダウンタウンキャンパス。アバウト UTSA リリーブドジュライオン。2012ヘミスフェアパークキャンパス。アバウト UTSA リリーブドジュライオン。2012 2012から13インフォメーションブレディン。UTSA 2012年9月8日閲覧。ありがとうございます。